の住む日本列島。この島々はどのようにしてできたのでしょうか。およそ2500万年前、大陸の縁で地溝帯が作られ、湖や三角州ができました。赤い部分は当時の日本列島の形です。この頃、アジア大陸の東の縁で火山活動が活発になりました。およそ1900万年前、火山活動によって溝状のへこみができ、そこへ海水が入って浅くて狭い原始日本海ができました。そして大陸から引き裂かれた陸地がプレートの動きで東へと移動し、日本海が深くなっていきました。およそ1450万年前、この頃までには日本海の拡大は終わったと考えられています。しかし、日本列島はまだ大きく2つの部分に分かれていました。およそ800万年前、カルデラの活動が盛んになり、東北日本が隆起し始めました。およそ1万8000年前、氷河時代の日本、海水面は120メートルほど下がり、日本海がほとんど閉じた時期もありました。その後、日本列島は現在の姿になりました。しかし、地球は今もなお活動を続け、変化しているのです。大丈夫，过来。